こんばんは。さあ始まりました、彩の国就活天国。この番組では埼玉県で就職を考える皆さんに就活に役立つ情報やポイントを分かりやすくお伝えしていきます。番組を進行するのは県内企業の採用活動をお手伝いしている新御堂の添川真帆と、同じく新御堂の鈴木大我です。私たちが埼玉県で企業と学生をつなぐ活動をもとに培った就活のノウハウを番組を通じて皆さんにお届けしていきます。ぜひ参考にしてください。今週もまずは県内の注目企業を紹介する埼玉の働いてみたい会社仕事発見のコーナーです。このコーナーでは皆さんが気になる県内企業に訪問して就活に役立つ情報や実際に企業の雰囲気をリサーチしていきます。今回は東京都世田谷区に本社があり、県内に8カ所の在宅介護ステーションを展開する東京海上日動ベターライフサービス株式会社さんを紹介します。それでは早速レッツウォッチ。こんにちは、地元埼玉県出身趣味堂の吉川さくらです。今回紹介する東京海上日動ベターライフサービスさんは東京海上グループの総合介護事業会社だそうです。どんな企業さんなのか早速突撃取材に行ってみましょう。東京海上日動ベターライフサービス株式会社、東京海上グループという信頼を背景に施設介護、在宅介護を網羅している総合介護事業会社です。施設介護分野においてはヒルデモア、ヒュッテというブランドで11の介護付き有料老人ホームを運営しており、在宅介護分野では1都3県に44カ所の在宅介護ステーション、2カ所のサービス付き高齢者向け住宅を展開しています。具体的な事業内容について教えてください。はい、水玉介護ステーションのブランド名で在宅介護の拠点を展開し、ご自宅で暮らし続けていける支援をしています。水玉介護ステーションではケアマネージャーがご高齢者のケアプランを作成する居宅介護支援事業と、ホームヘルパーがご自宅にお伺いをして介護を提供する訪問介護事業を行っております。その中で具体的にはどんなお仕事をやられていくんでしょうか。ケアマネージャーとしてご自宅で暮らすご高齢者の方の生活をサポートしております。訪問介護においても同じようにご高齢者の方の生活を支えております。ケアマネージャーというのは具体的にはどういうお仕事をやるんでしょうか。その方に合ったケアプランの方を作成をしていきます。弊社は訪問介護事業も行っておりまして、ケアマネージャーの方が立てたケアプランをもとにヘルパーさんがお客さんのところにお伺いをして、調理であったり買い物の支援等も行っております。実際にケアマネージャーになるための条件っていうのはあるんでしょうか。まず現場で5年間ですね、働きます。その後介護支援専門員の受験をしまして、合格すれば晴れてケアマネージャーとしてつくことができます。質の高いサービスはスタッフ一人一人の仕事に対する姿勢や思いから生まれるといいます。東京海上日動ベターライフサービスではスタッフのスキルや知識をはじめとした人間力の向上に力を入れています。若手社員の方が入社した後の教育プログラムについて教えていただけますか。入社時はウェルカム研修と言われている新入社員研修で、ビジネスマナーや専門職、業務全般を学びます。その後事業所配属になり、先輩スタッフと一緒に業務すると OJT を行いながら基礎的な業務を学んでいきます。新人のうちは日々の OJT 以外にも様々な研修があり、現場での実践と研修等を繰り返しながらスキルを磨いていくことができます。入社2年目の川野舞さん、現在はケアマネジャーとして要介護高齢者のケアプランの作成などを担当しています。川野さんの入社して理由から教えていただけますか。新人ケアマネージャーとして母体がしっかりとしている会社だったので、教育制度や研修制度もしっかりとしているので応募しました。入社してみて感じたギャップだったりとか何か思われたことってありますか。まずはこのステーションの雰囲気が良くて、やっぱりこう初めてだったのでいろいろ聞くこともあったんですけれども、先輩たちが優しく教えてくれたところがとても良かったなと思うところですね。実際にこうケアプランを作成する中で心がけていることって何かありますか。こうご自宅で生活をされるので、お一人の方はお一人でこう生活できるようにいろいろなサポートが
考えていることと、あとご家族がいる方はご家族の思いというのもあるので、そういったのも聞き取りながらケアプランの方を考えています。苦労したことって何かありますか？訪問をやっぱ電動自転車で行くんです。暑い夏とか寒い冬も自転車なんですけれども、雨の日にちょっと転んでしまったことがちょっと大変だったなと思います。電動自動車重いですもんね。そうですね。お仕事のやりがいってどんなところですか？やっぱりお客様のお困りごとニーズを聞いてケアプランを立てて、お客様の生活が困らないようにいろいろやっているんですけども、やはりデイサービスとか訪問看護師の方からですね、お客様がこういうふうに良くなったよとか良い話を聞くととっても嬉しいですし、何よりお客様から感謝の言葉をもらえるととてもやりがいを感じています。質の高いケアを届けるために必要なことは利用者との対話です。マニュアルや型通りのケアを提供するのではなく、その人の生活や思いに耳を傾けることで初めて必要なケアを提供することができるそうです。このお仕事に向いていると思う方はどんな方でしょうか？前向きな人、明るい人、思いやりのある人、人の話が聞ける人が向いているかと思います。またお客様、ご家族、関係者の方とコミュニケーションが取れる、お客様を尊重できる方が向いているかと思います。住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らしたい、それは誰もが思うことです。東京海上日動ベターライフサービスは品質の高い介護サービスを提供し、心豊かに笑顔で暮らせる社会の実現に貢献するという使命のもと、これからもサービスの質にこだわり、豊かな高齢社会の実現に貢献していきます。将来の夢について教えていただけますか？今後さらにこう高齢者の方が増加する中、より良いサービスを提供すべく、しっかりと私自身も勉強して、お客様により良いサービスが提供できるようになれればなと思っています。あとは一般の介護職の方がやっぱこの相談業務、ケアマネージャーって素敵だなって思われるような風になれればいいかなと思っています。高齢化社会が進む中で、ケアマネージャーはいかに利用者様が慣れ親しんだ場所で暮らし続けられるかを支える大事なお仕事だと知ることができました。地域の方々やご家族とともに利用者様の思いを形にしていくケアマネージャーのお仕事に興味を持った方はぜひチェックしてみてください。以上、注目企業の東京海上日動ベターライフサービスさんを紹介してきました。ぜひ参考にしてみてください。 CM の後は素敵なゲストをお招きして皆さんからの質問にお答えしていきます。さて、ここからは就活生や求職者の皆さんから集めた様々な質問にお答えする就活転職 Q&A のコーナーです。素敵なゲストの方にお越しいただきました。東京都練馬区に本社があり、新座市に営業所をお持ちの三幸設備の浅川社長です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。浅川社長には今更聞けないあんなことやこんなこと、就活に関する疑問に対して採用する側の目線からお答えいただきます。三幸設備さんは東京と埼玉に拠点を持ち、生活に欠かせない水道や空調の設備工事を通し地域貢献されている企業さんです。現場で積み上げた確かなノウハウと提案力を強みに、多くの実績を持ちの県内注目の企業さんです。それでは早速番組に寄せられた質問にお答えいただきます。はい、御社の社員の皆様の良いところを教えてください。弊社はですね、ビルマンションの、改修工事専門をやっておりまして、お客様直に工事をさせてもらうっていうスタイルでさせてもらってるんですけども、個々にお客様に対してこうご提案をしたりとかするってところがありますので、お客様に対して自信を持って、説明できるところが、弊社の社員の良いところだと思っております。活躍する社員の特徴があれば教えてください。お客様の何が困ってるか、どういったところが不具合があるかってことを一つ一つ聞いた上で、まあ、お客様の立場になって一緒になって考えを答えを出すっていうスタイルが弊社の、あの社員のスタイルでやっております。会社を作っていく上で浅川社長自身がこう大切にされてることがあれば。10人いれば10人、やっぱりやり方、考え方、答え方って違うと思うので、社員一人一人の個性が、最大限に出せる環境づくりっていうのを非常に大切にしております。座右の銘があれば教えてください。あのユニクロっていう会社ありますよね、はい、あのそちらの柳井会長さんの言葉で一勝9敗っていう言葉がちょっとありまして、まあ、あれだけのヒットを出している、まあ、大企業であっても一つ勝つのに9敗しないと
そこの成功する商品が出ないっていう、そういった部分を見まして、我々の失敗を恐れずに前進できなきゃいけないというチャレンジ精神で邁進しているというのが私の座右の銘です。挑戦したいことがあれば教えてください。建設業の中で誰もやらないことをすごく見つけ出すというのが私好きで、誰もやっていない場所で工事をするっていうところをちょっと今始めまして、ちょっとそれサビトリックっていう名前で、あのマンションの屋上部分にある排水の空気を吸うところがあるんですけども、サビの補修をする、壊して交換しかやり方がなかったんですけども、それを壊さずに補修で済ませる、こういう工事がないかなっていうので、今それを模索して今やってるところであります。ありがとうございます。そろそろお時間となりましたので、就活生や求職者の皆さんに向けて応援メッセージをお願いします。私などの、昔の時代と違って、今いろんな職種がですね、検索をするだけでね、いろいろな仕事を探すことが今できるという、今便利な時代にはなってると思うんですね。ただいろんなものが見つけられるだけ、自分でどうしたらいいかとか、どういう分野が向いているかっていうことは、そこを考えられる部分だと思うんですね。いろいろ自分で見つけなきゃいけないというところが大変かなって思うんですけども、ただ今後ですね、生きていく上で大事なことは、やっぱり私は社員に教えていることで同じなんですけども、個性をとにかく大事に、自分は何が得意かっていうことを強くね、自信を持って、それをですね、就活に生かしてやっていただければ、必ず成功するんじゃないかなっていうふうに私は思っておりますので、そういった気持ちで就職活動を頑張っていただきたいと思います。県内で就職活動している、あるいはこれから就職活動を始められる皆さん、ぜひ参考にしてください。浅川社長、本日はありがとうございました。ありがとうございました。彩の国就活天国、今回も就活に役立つ情報をたっぷりとお届けしてきましたが、参考になったでしょうか。東京海上日動ベターライフサービスさんは、施設、在宅、両面の介護を幅広く提供されている企業さんでした。社員の皆さんの高い意識と質の高いサービスは、若手の研修など充実した教育プログラムによって裏付けされていましたね。この番組では、これからも埼玉県で就職を考える皆さんに就活に役立つ情報をたっぷりとお届けしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。就職活動では大変忙しくなってくると思いますので、スケジュール管理にも十分気をつけて頑張ってください。それでは、彩の国就活天国、今日はこの辺でお別れです。次回もお楽しみに。周りと一歩差をつけろ、埼玉合同説明会。